さあ東京ドームは8回の表にゲームの打線というのはすごいですねということですね、で今日はね高いボール甘いボールが多かったっていうんですね、と言いますのもねこれまでかかったんですよ、そしたらね、いや開幕は斉藤さんですよと言った後にね、ただ3、4日前にもう一度同じ質問が来てね、分かりませんという答えをすれば僕しますね、ね、どうですかね、どうでしょうね、工藤でしょうね、次は吉田か、まあ、やっぱ工藤になりますかね、工藤でしょうね、これまた注目ですね、そうですね、ただそれにしてもちょっとあのマックが、それは江川さんが途中言われる頭がね、はい、そうじゃないっていうふうに誰か言ってあげないとですね、このまま行ってるんですよね、彼はやはり右から打っていって、まあ、センター中心といいますかね、はい、そういうバッティングがやはりいい時の状態だと思うんですよね、責任感がこう考えすぎなんじゃないでしょうかね、